やあ、元気かい？この前もあったよね。元気。一週間後は満月だよ。気をつけて。また一つ試練がやってくるか。君が奴らと出会うことさ。試練と向き合うには準備が必要だ。でも時間は無限じゃない。もちろん君なら分かってると思うけどね。じゃ、それが過ぎたらまた会いに来るよ。You gotta tell me you can't go over.
帰り。Let's party, boogie in your body. Walk that body, make sure you
君か。まだやってた。まあな、敵はいつ来るとも限らない。タルタロスの外まで見張ろうなんて、そう簡単にできるものか。本音を言えば力不足だな。私のペンテシレアでは情報収集はこの辺り。しかしペルソナの力というのは想像していたよりだいぶ、何しろ次々とペルソナを変えながら戦えるものまで現れた。彼の能力には特別なものを感じる。まだ覚醒して間もないというのにな。確かにあんな奴が現れると。しかしペルソナを使うのは俺たち自身。それを活かせるかはあいつ次第。本当に見つけたのか。でも待て、反応が奇妙だ。大きく、こんな敵は今まで。まさか先月出たのと同じ敵。間違いないだろう。そうか、他の3人を起こすぞ。なんすか、敵すか。タルタロスの外でシャドウの反応が見つかった。詳しい状況はわからないが、先月出たような大物の可能性が高い。外に出た敵は仕留め逃すわけにはいかない。影時間は大半の者にとってないものだ。そこで町を壊されたりすれば無事、それだけは絶対に避けたい。ま、要は倒しゃいいんでしょ。やってやるっすよ。あんた、秋彦はここで理事長を待て。冗談じゃない、俺も出る。まずは体を治す方が先だ。足で。なんだと。彼らだって戦えるさ。
少なくとも今のお前よりもな。アキヒコ、もっと彼らを信用してやれ。みんなもう自制をこなしてるんだ。おとなしくここで理事長を待て。任してください。俺マジやりますから。仕方ないな、現場の指揮を頼む。やっぱこいつかよ。頼むぞ。できつーか、なんかお前このままリーダーが定位置になる。ま、別にいいけど。なら3人は先行して出発だ。お前は外でのバックアップとなると準備がいるぞ。駅前で待っていてくれ。すぐに追いつく。了解です。じゃ、行きますか。まだかな。すぐ来んだろ。か、なんか影時間に見ると不気味ね。あ、なんだ。遅れてすまない。いいか、要点だけ言うぞ。情報のバックアップを今日はここから行う。君らの勝手はこれまで通りだ。シャドウの位置は駅から少し行ったあたりにある列車の内部。そこまでは線路上を歩くことになる。え、線路を歩くって。心配ない、影時間には機械は止まる。無論列車もだ、動くはずはない。いや、でもその場合。これは特別。それに状況に変化があったら私が逐一伝える。よし。はい。うっす、行ってくるっですけど、パッと見じゃ特に。敵の反応は間違いなくその列車からだ。3人とも離れすぎないように注意して。わかりました。腕が鳴るぜ。つか、ペルソナ。覗かないでよ。これ、人間つか象徴かってやつか。でも影時間に気づいてない人って今の時間ないことになってんだよな。嫌なことならいっそ知らない方が幸せってか。あれ、ちょっと待って。こんな駅でもないとこに止まってんのにドア全開っておかし。つうか指すっげー。
つか見て、ほらここんとこ指先へこんでんだろ。どうした、何が。それが閉じ込められたみたいで。シャドウの仕業だな。確実に君らに気づいているという。何が来るかわからない。より一層注意して進んでくる。心配だ、先を急ごう。自分からはぐれてどうすんの。反応では何秒か先へ行ってるだけだ。
断するなよ。オラスだぜ。楽勝楽勝。言わんこっちゃない。一人で勝手するからよ。もうで、大丈夫？大丈夫に決まってんだろ。つが別に助けなんか。ちょっとあんたね。おい、気をつけろ。敵の動きが急に静まった。警戒を怠るな。わっと、なんだよ、動かねん。どうやら列車全体がシャドウに支配されてる。らしいって、ちょっと大丈夫なんですか？おい、ヤマトミ。まずい。このままスピードが落ちないと、数分で一つ前の列車に追突する。追突？なんなんですか、それ。いいか、落ち着いて聞く。さっきから戦闘車両に強い反応を感じる。多分それが本体だ。行って倒し、列車を止めるんだ。クソ、何のアトラクションだよ。敵サンタ、油断するな。大物は初めてだ。
消耗している。あと一歩だ。ギリギリセーフ。っておい、止まんねえじゃんか。そっか、ブレーキかかんないとすぐに。おい、どうした？前の列車はすぐそこだぞ。ガー！こんなもんの運転。止まった？止まってるみたい。おい、怪我はないか？一応大丈夫です。やば、私膝払ってる。ああ、もうめちゃめちゃ無事だ。今回はバックアップが至らなかった。シャドウの反応はもうない。よくやってくれた。安心して戻ってくれ。てかブレーキよくわかったね。また助けてもらっちゃってありがとう。俺だ。こちら現場だ。
たった今、すべて片付いた。モノレールにも目立った被害はない。ご苦労様、キリジョー君。いや、列車を乗っ取られたと聞いたときは、正直どうなるかと思ったけど、上出来だよ。これなら明日の朝刊に変な大見出しが出るようなことはなくて済むね。彼らがよくやってくれました。短期間で驚くほど成長しています。しかしシャドウの様子、ただごとじゃないですね。モノレールを乗っ取るなんて調子に乗りすぎてる。こちらでも調べてるよ。ついに始まったということなんでしょうか。うん、まだ早計には言えないけどね。ま、とにかくまずは現れるきっかけを突き止めないことにはね。いつもこんな土壇場までわからないのはどうにもまずい。私にもっと力があればみんなの負担を軽くできるんですが。気にしなくていいさ、君はよくやってくれてる。そんなことよりね、真田君さ、なんか飲み物を持ってない？は？というか、いくつきさん、今日なんだか疲れてませんか？まさか、表に止めてあった自転車。明日、いや、明後日あたり筋肉痛かな、こりゃ。Put you